ふんふんふんプロデューサー、聞いたよ。やだな。ほら、ハンズのウサギだよ。また商品化するんでしょう予約サイトは申し込み殺到。発売前なのに追加生産も決定だって。いやー、地道にアイドル活動をやらされてきた甲斐があるね。ウサギ、これまでいろんな現場に連れてったでしょ あれは、みんなに覚えてもらうための営業だったんだよね。どうや。これで夢の印税生活がぐっと近づいてきたね。ぬいぐるみ以外にも各種グッズ展開で人儲けだよ。いやー働かなくてもどんどんチャリンチャリン入ってくる商売。なんて素晴らしいんだ。まさに安全向けだよ。こうなったら広告だよ、広告 最大的に宣伝をしてファン以外の人にもアンズのウサギぬいぐるみを知ってもらわないとふむふむもうその予定はあるとさすがそれなら安心して眠れるよじゃアンズは他眠を貪さぼってくるねじゃあふうん このおさげは、私が長年だらだらあたためてきたキャラクターで、うんうん。こんなに多くの人に愛されるなんて。<laughs> あ、あれ、プロデューサーなんだ、夢か。 ぬいぐるみが大ヒットして、受賞パーティーでスピーチしてた。けど、きっとこういうのをまさゆめって言うんだよ。その日が楽しみだね、プロデューサー。それじゃあ、また寝るね。え、撮影撮影用のぬいぐるみなら、現場に用意してあるんじゃないの これはアンズのだから、貸し出しはしないよ。あ、アンズアンズはスタジオに行かなくてもいいんじゃないかな。あくまでも、今回の主役は、ウサギのぬいぐるみなんだしさ。それに、ここんとこ、プロデューサーも働きすぎじゃないほら、この愛くるしいウサギを枕にして寝てみなよ。 ほらほら、なんだったら、ハンズの横に寝てもいいからさ。きっと、すっごくいい夢も見られちゃうかもしれないよ。